YouTube をご覧の皆さん、どうもブリトカワスです。今日はね、この隣にいるカサにこのザクラスルームズやっていきたいと、やってもらいたいと思います。はい、じゃあお願いします。やって、やれ。もし。いつもなんかあのホラーゲーム、やってまいりますみたいな。なんかそのテンション感で俺なんかしぶしぶやってるけど、お前そんなローテーションやらんでも。ああ、いいよ。それ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 。お前789、何してたお前。789。7月、8月、9月、何してたお前。俺とスグルでずっと回しだからブリトカワス YouTube。 お前クマすごいな。寝れてないから。俺とスグルで企画やってるから、すげえやばいやつ。長期企画やってるから。寝てない。寝てない。もう3日間寝てないから。俺もう知らんけど。いやもういい。マジぶち。あとお前こんな戦闘力下げるやつ、お前もあれ同罪だから、やれ。俺はやってないし、あのホラーゲームやらないから。そんななんかあのやればやればみたいな。いや何も面白い。あ、じゃあ分かった。お前こっち来い。一回こっち来い。一回こっち来い。どうぞどうぞ。じゃあやっていこうか。はい。はい、ということで今回こちらザ・クラスルームズをね、やっていきたいと思います。こいつがね、はい。いやもうね、もうこれ楽しみで楽しみでね、もう夜も眠れませんでした、いろんな意味で。はい、じゃあやっていこうかね。はい、どういうゲームなんですか。これはね、追いかけられるゲームだね。追いかけられて、そのなんかいろんなその室内とかに入るんだけど、その室内に入って、まあ、脱出するゲーム。あのアイテムとかこう拾ったりとかして、まあ、謎解き要素っていうよりかはもうアイテム拾ってただ脱出するだけだから、もう簡単。すごい恐怖の森みたいな。何さ、何これ。さ、何これ。これはね、まあ先生、あ、全然大丈夫です。こちらのゲームはですね、なんか SCP 財団って知ってます？わかんないですか。なんかあの SCP 財団っていう、なんかまあ架空の、まあグレースちゃん、グレースちゃん、あははは、俺と同い年、1996年、ロバートちゃん行方不明なの。何編集済みって。え、何これ、本当に何これ、何これ、もうってもう。お前教えろよ。お前ちょ待て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 、え、動かせる、もしかして動かせる。ああ、やり取りが会社でんぞ。なんだこれ、どこで、ないほら、ない、ここあったあった。はい、お、で、電池です。やり取りがパンの、パンに鍵があるの。パンのキーを取る。パンに鍵があるの。はい、あのこれあの懐中電灯、そんな大切なパンある。そ、違う、これバン、パンさ食べたいから、パンに鍵かけて、お前鍵が開けないとパン食べれないで、パン大切に。それこれパン、ジャモさんかと、お前どこ、バン、バンの後ろまで行きましょう。バンの後ろで、これでドアのところ、え、あ、そうそうそう、バンのキーを使いましょう。バンのキー、はい、長押し、おで、お、なんだ、 そこの書類とかね、あの拾っていきましょう。これはそれも拾いましょう。邪魔。一回これ懐中電灯消そうか。なんで、電池すぐなくなるのよ。は、恐怖の森や。何これ、選択戻る、イベント読み取れてない、これ何、どこ、さっきのあのメニューってか、どうやって出すの、アイテムの、あ、待って間違えた、バッテリー交換しちゃった。え、なんかすげえ、スターボックス、はいはいはい、何これ。行方不明の子たちの謎は深まる、夏休みの学校は早めに閉校、授業時間中に生徒が行方不明に、授業時間中に生徒が行方不明になったんですって。壊れたフェンスの下にしゃがむ B、 これですね、今合ってます。そう、これで、はい、中に入りました。で、ここの中に入りたい。え、左掘りがトリガー、これレンガいっぱい拾えるよ、ほら、レンガ拾ってガラスに投げてください。は、右トリガーで、右トリガー、はい、こう、じゃあ学校のゲーム嫌や。お前マジで学校好きだな、お前。はい、ということでこっから暗いので懐中電灯使っていきましょうか。ブレーカールーム、あ、お前学校のゲームだから、お前制服着てんの。
いや違う。は？なんかなんで制服着てんの？学校のゲームだから制服着てんの俺。いや違う。なんで俺セーラー服着てんの？ね、バーバーってなんだよ。そう、それをこう引く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 、ちゃんとじゃあ違う、こうまず掴みます、掴みます、うん、そう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 、あ、そういうことね、そうそうそう、で、降りていきましょう。なんかね、懐中電灯の意味なしてますかこれ。暗いんだけど、すがすが、もう懐中電灯貸すやん、お前ふざけんなよ、最新のやつ使えば。え、なんか主間ブレーカーをさ、ほら、暗ない、懐中電灯、あれですね、これは、ブレーカー上げたら、まあ、明るくなりますよと。なんかブーンって、ほほほほほ、え、なんだ、え、どうしたどうした、先生レビューどうした、なんだこれ。今ブレーカーが上がったので、まあ、部屋にね、もう懐中電灯いらんやん、懐中電灯もほぼほぼいらない、あ、いらないの、まあ、でもじゃあ、なん、電池のくだり何、あ、でも、ちゃんとね、使う場面も来ると思うので、懐中電灯ね、これ投げれんの、なに、どうすればいいので、なんかいろいろこうアイテムとかあるので、そういうのとかも見て、ないです、うん、どうすればいいのこれ。じゃあ戻りましょうか。戻りましょうって、懐中電灯なんやって、マジで、あのくだり、はいはい、もういらんやろ、こいつ、はっ、え、ちょ待って、ちょ待って、ここ、はいはい、さあ、ということで、ザ・クラスルームズ、あー、嫌だ、なに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 、まだ何も出てない、まだ何も出てない、何も出てない、お前さ、マジ言えや、どういうゲームか知らんや。ザ・クラスルームズっていうこのゲームはですね、ブレーカー上げたじゃん、そしたらなんかガガガガガってなったじゃん、うん、あのね、異世界に来ちゃったんですね、主人公は、今この瞬間、下げよう、下げれません、マジで嫌だ、はい、何これ。じゃあ、まあとりあえず進んでいきましょう、大丈夫です、言えよ、お前、言います、え、言いますよ、言えます、ちゃんとして、本当にちゃんとしてる、説明して、どういうゲーム、どうすればいいの、じゃあ、何をすればいいの、とりあえず探索しよう、え、探索しよう、探索、どこへ、いろんな人、いろんなとこ、人ってお前、人おるんか、あ、人おるか、人いない、人いない、え、人いない、じゃあ人って言うな、なんかいるだろ。まあここは別に特に何もないのかな、え、どうすればいいの、どこ行く、え、これ何、これ、それ部屋の電気をあれする、あ、部屋の電気消したらなんか文字が浮かび上がってくる的な、ないです、ねえんかよ、言えや、言ったやっけ、今なんかあるかもしれない、いろんな部屋入りたくないから正解の部屋だけ教えて、お前どうせやってんでしょこれ、知ってるんでしょ、僕このゲームは、うん、やってないです、え、やってないです、あ、ガチでやってないの、お前ガチでやってない、あ、じゃあお前バカだね、うん、さ、やったゲームしようね、ホラーゲーム全部クソやから、ガチでホラーゲームクソ、クソカス、マジでやりたかったや、ホラーゲームという存在があるから俺はやらされる、ちょっとね、いちいちなんか怖い雰囲気出すなよ、なんかほら、なんか雰囲気だけ出してくる、なんかギーみたいな、待って待って、ちかちか、ちょっと待って、大丈夫、この部屋だけ、なんか、あ、この部屋大丈夫ですよ、え、うわぁー、やだー、やだー、あ、逃げて、あ、大丈夫大丈夫、オッケー、もう大丈夫早いよ壊すの、まあさっきの、あ、俺無理だ、いや大丈夫、無理だ、やれ、マジ無理、マジ無理、9月回してんね、俺とスグレで、知らん、何がいた、え、何あれ、番人みたいな、ハッシュタグ最強版、ハッシュタグ最強版、ハッシュタグ最強版、まあ、バッテリーはね、結構ね、転がってるらしいです、はい、OK、見つかった、早めに起こしてくれた、どうだ、ちょっとよくわかんないですね、さあ、じゃあ違う部屋も行ってみましょうか、ここはもうこういう感じですね、はいはい、ね、この部屋とかも行ったことないもん、だって絶対ラン、おい、何やねんこのエスケープ、なんだよこれ、
ちゃんとさ、言って。あ、俺が覚えるってこと。わかんないのこれ。さっきもあの、なんかあったよ、ロッカーの中に。え、ひごひいてひでひでひで、ほらほらほら、あるじゃん。何がある？ほら、ここバッテリーだ。バッテリーいらん、バッテリーいらん、バッテリーいらない、いらない。あ、じゃあもう、あの、無視していこう、バッテリーじゃ。うん、懐中電灯とか、あの、消す、消えるとかあるじゃん。うん、もうずっとつけっぱでいくわ。だって、別にゲームオーバーじゃないでしょ。お前滑舌どうなってんの。ゲームオーバーとかないしよって。回収データなんか。あ、お、はい、なんだこれは、ビデオ、何これ、えらんて、ベストイノベーション、ない、遺産って。お前残してくんじゃねえ、学校に遺産なんて。カス時計、ない、エッグタイマーってよ。お前何使うねんや。あ、おい、まあ、言ってみろ。まあなんか、先々でこう使っていくんじゃないな。先々ってお前、主人公はね、もう首寝違いでシッ。おい、なえ、誰やハンカチ落としやってんの。おい、まあ、中心なんかあれ邪魔。これ何、なんだこれ、マジックエイトボール、なんだろう。これは開いとく。なんもないね。あ、なんもないね。ロッカーになんもないの。あら、見て、いて、いて、あ、赤ちゃん泣き声しました。赤ちゃんいます。は、赤ちゃんいるんすよ。そしたらバッテリー、お前さ、学校で赤ちゃん産むな。保健体育習ってないんかい。え、お、鍵あった、見て。で、白くちょ、赤ちゃんの泣き声がしてます。え、ないよね、いない。お前出るか出ないかで言って。これは、お願い。あー、まだ、まだ出ないかな。お前まだとか言うんじゃん。ちょっと待って、待って、なんかいないなんかいるとかないよね。いない。ちょっと待って、ほんとに、ちょっと一回変わる？いや、変わんない。え、なんで、ちょっと待って。いや。いたら、待って。いないから、いないから。言ってよ。いないって。だから。言ってるじゃん。で、さっきのあの。何これ？エグジット。え？まあ、ここが出口。え？逃げる？いや、あの、多分開かないっすよ。え？一回やってみていい？やってみていい？鍵は必要。だから、さっきのなんか赤い扉みたいなところに行って、鍵を開けて。じゃあ言って、道。なんとなく覚えてる、うん、こっちかな。こっち行って、開けます。で、右かな？右？あ、嘘。左。あ、そう、まっすぐ。はい、あ、ここ。なんか言いましたよね。扉開けてみたら。はぁわぁ、やめて、開けて、あ、捕まっちゃう。私のさあ、アイテム今何持ってんのかな。お前さ、お前平成予想じゃねえよ。さっきのな、赤い扉。おい、話変えんなよ。お前なんだあれ。おい、あ、あの赤ちゃんはね、あの赤ちゃんを見てるときは動かないんですよ、あの赤ちゃん。もう言えよ。でも目線をそらすと動いて近づいてくるの。ああ、じゃあマリオのテレサみたいな。あ、そう。え、あのさ、あ、マリオのテレサみたいな、言えよ。だるまさん転んだみたいな感じですよね。で、言えよ。言えよ。またいる？いるかな。さあ、行くぞ。いたわ。そう、だから扉が閉まる直前も、で、これ目線をこう反らさないようにずっと目線を反らさないようにこう移動し続ける。で、そこだから扉が、だから無理や。引きつけよう、めっちゃ移動させないと。で、この子ね。この子ね、移動速度速いから。もういるよ。あ、いるんじゃない。だからそう、見続けながら合うのかな。これ使いますね。使用しましょう。あれ、使用できない。あ、ちゃんとこっち向いて。あ、待って、来てんの。お、ロック解除されたよ。ちょ、もう一回ダメだ。ポーズ中はあれなのか、動かないんだ。ごめんね、赤ちゃん。ごめんね、帰るよ。あー、やだ。あー、
扉開いて、後ろのね、扉を開いて、お前またそんな、あっちの部屋に、おびき寄せて、で、それで、バーってこう、行って、で、この子扉開けれないから。だから分かるよ。うん、あの、お前みたいに、ホラーゲーム慣れたやつできるけど、できないの。お前、だからそういう当たり前の呼吸するように、呼吸するように言うな、お前。絶対できるから。できない。俺、これが精一杯だから。あ、いる！あ、いるんじゃない？ほら、もう。すごい。これが精一杯だから。これが無理。これが。この後が。だから、扉開けるまで。じゃあ、こっちの扉じゃなくて、後ろの扉。あ、廊下、廊下。そうそうそう。うわー！どれがそのボタンなの？あ、教えるから、うん、このこれで移動、うん、これで見る、うん、これであの扉ホールドして、うん、あっ、いけ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 じゃねえ、やお前カスお前やれカス、いけ、赤ちゃんいないよ、これいないよ。でも赤ちゃんはあの赤い部屋のところでスタンバってっから。お前さ、スタンバイすんなよ、赤ちゃんのごときがよ。お前生意気なんだよ。いましたね。来んなよ、マジで。来んなよ。来んなよ。ここだ。ああ、ここだ。また使わなきゃいけないのか。来んなよ。あ、いる。もう目の前にいる。閉めて、閉めて。これでいいね。はいはい、大丈夫。ああ、よかった。クリアだ。そしたら、ここに鍵があるんですよ。あ、あったあったあった。これこれこれ。これこれがエレベーターの鍵。おお、じゃあエレベーター。お前さー、地面だ。開けて、避けましょうか。奥の、奥に開けてさ。もうできませんよ。できないです、できないです。え、これ、これさ、あの触ったらダメ。触ったらダメ。そろーりって。そうそうそう。お前そろーりって、お前さ。そろーりって、行こう。そろーりって。ほらほら。野村萬斎か、お前。そろーり、まあ、そろーり、そろーりって、お前。おお、いけたいけた、いけました。じゃあ目離しちゃいけないよ、ちゃんとね。こっからやね、俺が苦手なの。そしたら、ちゃんとどうだどうだどうだの、あの、あ、ちゃんと足元でテンパって できないの俺が。もうマジマジ振り返った瞬間、もうカサッとバッてドア開けてバッて走ればもう来ないから。白眼開けた、はい、行って。いいよいいよいいよ、いいじゃん、いいよいいよ、めっちゃいいよ。はいはいはい。こんにちは。おい。そしたらそのまま。わあ！やめて！開けて開けて開けて。はい、出し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 。オッケーオッケー。で、だ、ここも開けよう、ここも開けよう。はい、出し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 。オッケー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 。で、左かな？左かな？オッケーオッケー。あ、オッケー。もう あの赤いやつ来ないから。オッケー。で、赤ちゃんももう今あれだから。で、そこ右向いて。ゴールだよ。もうすぐそこ目の前。本当だなお前。うん、本当本当。ここでこれで。よっしゃ、クリア。はい。あ、クリア。はい。1ゲーム目クリア。1ステージ目クリア。お前さ、マジで。もうやんないよこれ。やるよ。さあ。ザライライブラリールーム。図書館、図書館。ここのステージがね、難しいらしいですよ。はで、あの、じゃあお前が言えよ。 OK。 難しいらしいよってことは知ってるってことでしょ。じゃあバッテリー交換しようか。あ、バッテリーない。ほら、バッテリーないとどうなんの。バッテリーないと、分かんないからね。あの、どこに何があるとか、ほら、こういうことか、暗いじゃん。 え風船割れたよ。風船割れたよ。風船割れちゃった。そう、あの風船ね、こう近づいてくるから。え、風船が近づいてくるの。そう、風船が近づいてくる。ゆっくりして。絶対やりすぎだよね、これ。さすがに痛いよ、あれは。やりすぎ。え、え、さあ、じゃあ行こう。お前さ、まあ、説明して、説明して。あれ何、あれは、うん、あれは何？あれはね、うん、なんかね、うん、耳がめっちゃいいんだよね。え？耳男っていう言われてるらしいですよ。もうってもう。で、あの、ああいう風船とかに当たるとバーンって破裂音するじゃん。うん、その音を嗅ぎつけて、
こう追ってくる。めっちゃ全力疾走で。あ、じゃあ風船割らなきゃいいの？風船割らない方がいい。風船割らなきゃいいの？割らなきゃいい。あ、オッケー。そうそうそう。何これ戻る4本って。あ、これ取っとこうか。音を立てないでください。使った音を立てないでください。え、足音はいいの？足音もダメ。あ、は？お前風船だけって言ったじゃねえかよ。しゃがむと多分足音聞こえないんだよね。は？しゃがむと足音聞こえないよね。多分。どういうこと？そう、近づいてきたらもうそれで移動するしかない。ああ、なるほど、しゃがむってことね。そうそう。あ、これ本。ああ、なるほど。本を、いやお前、本を4つ集めろってことだ。え？これ。あ、そう。待って。待て。いる？近い？近い可能性がある。近い可能性がある！目は見えないの？目は見えないです。だから近い。あ、待て、マジ近い、マジ近い。よろしくお願いします。これいいんだよね、大丈夫なんだよね。これ大丈夫。大丈夫なんだよね。これ大丈夫。大丈夫なんだよね。これ大丈夫。どこ行った？耳。そこにいいんだよ。耳帰った？あれ？耳帰った？待って！ちょ、姿消えんの！そうね、やり過ごさなきゃいけないと。要は、あそこに、あそこがゴールなんだよ。とりあえずそこのポストに4つの、さ、風船さ、そう、近づいてくるからね。お前さ、言え。お前、言いました。俺ぼーっとしてたらお前割れてるとこやで。言いました。あ、返された。これ、あ、それ近づいてくるよ。マジで本のありか教えて。本のありかはランダムなので僕も分かりません。あのさ、もうランダムゲームすなよなあ。 YouTube 撮影でお前これでゴールできなかったらお前またお前あの煽りの時みたいな、あ、ボツやなビューやばい。あの風船も近づいてるからね、左から。ほら近づいてる。あ、でもしゃがんでたらマジで大丈夫だ。うん、大丈夫。これさ、なんかさ、投げれない物とか。あ、来てる。え、待って、やばいよこれ。はい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 。あ、これ本じゃん。本だ本だ。やった。あと何個？あと何個？あと二つ。え？あと二つ。二つ？早く言って。頑張れ。頑張れじゃねえよ。なんかこういうゲームなかった、なんか前も。なんか何やった？なんか本探してよお前。ああ。なかったかこれ。シルバーチェーンね。ちげえよ。お、え、本だ。お、すごい、本だ。え、シルバーチェーン、シルバーチェーン。シルバーチェーンだっけ？シルバーチェーン。はい、ちげえよって言ったからもう走らなきゃいけない。黙れ。これね、ブーブークッションも気をつけてね。え、お前さ、危な。マジで。お前怖すぎるんだが。一回踏んでみる。踏まれ。いや、本ね、どこ本。本探す。おお。取った。取った。あ、取った。よし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 、よし、げっ、危ねえ。もう立たれへんくなった。無理や。もう安牌行こう、安牌。お前、視聴者、お前カス視聴者、おいなあ。あ、ブリ、あ、金髪ブリ、チキンならカス、おい、お前 YouTuber だったら走って、お前、お前ちょっとスリル味わせるとか終わってんじゃねえ。ガチで俺は踊らされねえよ YouTuber に。いや、大丈夫ですよ。別に大丈夫ですよ。なんか全然スリルとか別にあんま求めてないですよ、視聴者は。あなたが、わーとか、なんとかなんとかって怒ってれば怒ってるほど面白いです。え、まだあるんだけど。本はいっぱいあるみたいですね。え、でも4個でしょ？うん。ね。うん。待て、なんか、え？なんだこれ。これ、あ、ガラスだ。これ踏んだらさ、パリパリってなって。お前ナイス。マジでナイス。あー、言わなきゃよかったか。お前さ、マジか。お前さ、マジでミスったな、ほんとでさ、これ近づいてくる風船、風船だよ。してムカつくわ、風船ごときの。お前イットみたい。あ、待てこれさ、待て、めっちゃ怖いよ。バンバン音鳴るやつやん、これ。これダメだよね。でもさ、これ鳴らしたらさ、こっちにさ、気が引いてさ。なるほどね。やるやっちゃえば。オッケー、やった。で、しゃがむしゃがむ、一応しゃがんだ。待って、違う、一回踏んだよ。あ、なるほどね。オッケーオッケーオッケー、しゃがんだこ。バレちゃうらしいっすね。あ、おい、これクリア。おお、来た。え、とか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 、ポストとか、どこどこ、そこどこどこ。これ、え、もうクリア？うん、もうこれでポストポンポンポンって入れます。は？入れます。あ、開く？じゃあ、あと二つ、あと二つ。お前さ、一つって言ったじゃねえかよ。じゃあ、あと二つ投函、じゃあ、あと一つ必要だよって。
あと3つ、投函しなきゃいけないから、で、自分が持ってたの2つでしょ、うん、本、うん。だから、あと1つ、本持っとけば、うん、投函4つポンポンポンって、されたことになるから、あそこの扉開くよって、そう言ったんだよ。やばい、うん。最初から最後まで意味わからない。おかしい。語学留学した方がいい、日本で。マジ。あ、本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 。ガラスないよね。ガラスない、ガラスない、本。こっち来たら、よ。耳男？うん。あのさ、ちょっと帰れよ早く。なんやねんその服、お前。なあ、咲かせにしか売ってるサイズだよ。返そう。これ？うん。それ返します。え。もう一個。あとそれ。はい。で気をつけて来るから。え、何来るからってお前。開く。え、なんで開かないの？なんで開かないの？あれ？あと一。もうあと一つ必要だ。四つないわ。あと一つでいい。あと一つ必要っぽいですね。え、本当？多分。あ、バッテリーバッテリー。リセットされてんのか。じゃああと一個だ。まさ、マジで。やべえ、ガチでちょっとやべえ殺意湧いた。やって。え、マジでちょっと本当に恨みないけど一発殴って。ダメ。ガチ。ガチ。ダメだよ。マジで。あ、ダメ。ダメだよ。マジで。お前9月頑張ったやん。お前さ。数字ぐらい数える。数字ぐらい数える。あ、オッケー。じゃあ、3。あ、やっぱ殴るわ。だからリセットされてること分かんなかったもん、僕これ。リセットって、お前リセットさんか、お前。おい、リセットです。なあ、お前セーブせずに消すぞ、てめえ、お前、記憶、お前。あ、ほら、いるわ、お前。ほら、いるね。まあ、でも、こんなに近くに本があるってことは、まあ、すぐ見つかりますよ、本なんて。言うたらんかい。はい、ほらすぐ言えよ、お前。本あった。え、あったくない、ほら、あそこクリア。それ取って、うん、ポスト投函したら待って、耳近い、どこ、あ、耳いたよ、左側。え、左、こっち、左。ちょ、耳近い、どこ、こっち、右。え、ほら、怖い。はい、オッケー、大丈夫。じゃあ帰ろうか。こい。うん、そのまま行こうか。どこ？ポスト。だからこの一冊を入れたら大丈夫ですよと。クリア。開いた。はあ。出口どこだ？あ、これ？こっちじゃん。あ、なんだ。開いた。はい、こう。はい。わかった。はい、第二ステージクリア。だから。え、マジやめ。はい。大丈夫。え、マジ無理。マジ無理。9月。第3ステージ。え、ごめん、ごめん。ん？マジきつい。ほんとに。ん？きつい。ガチきつい。もう帰りたい。大丈夫。でも、10月からもっときつくなるから。え？俺ら、もっときつくなるから、10月から。さっきいっぱい話したやん。10月頑張ろうなって。10月から頑張ろうな、今年いっぱいなって。みんなで力団結して、頑張ろうなって。記憶ない。やば。だからこれの入り方を教えて。しゃー、ちょっと待って、足をする。怖い、これ何だよ。うわ、